はい続きまして、えー、34年生ですねこちら「家族と広場でお昼を食べ」あこんな感じの文章ですが何だろうね今回は、えー、と食事関係ですかはいでは行ってみましょうちょっと大きくしていきますねこの辺りかなはいえっ、ー、と「家」という字がこちらにも来ていますね はい、えー、56年生の方でもお話をちょっとしてるんですがあのマスねマスあるんですよちょっと薄くて見えないんですけどこれマスなんですねこうマスがあってそのマスにあまりあの無視してすごいすごいこう大きく出っ張っちゃダメですよ。 これちょっと引っかかるぐらいな感じの、そこぐらいの程度にしてください。で、あのー、一応ちゃんと、この、ここね、今ここにこうやってあるんですよ、線が。もしここにあって、ギリギリ上から来たいなっていう時は、もうほんとこういう感じで入ればいいので、無視してこっちから入んないように。ね、その辺だけ。まあ、ただね、大きく書けるっていうのはいいことだと思いますので、伸び伸び書いてほしいんですが、ただ、 やっぱ全部が全部こういっぱいいっぱいやったら真四角の字になっちゃうからおかしいですよねどっかに隙間が空いてなきゃいけないんですよ必ず空いてるはずなのでだからこういう地形がこうやってできるわけですよねその辺もちょっと一緒にね考えてみてくださいねでそのマスの中で大きく見せるのにはどうしたらいいかなっていうとこですっていうふうに考えてください で今ちょっと書いてみましたがこれ、えー、と私今気をつけて書いたのはどこかっていうとまあいっぱい気をつけてますけどまずこちらの浮かんむりねこちらの角度それからこちらの角度違いますよねこれが同じ方向に向いてる子が結構います。こうして こうして、こうして、こうして、これとこれが同じっていう子が結構多いので、まずそこを注意する。それから、ここ左側って意外と長いんですよ。で、こちら側っていうのは内側にこう入るんだけど、短い。ね。で、ここ、隙間を開けるようにしたいので、ここちょっとふわっとさせて、少し肩を落とし気味な感じで持ってきてあげると、この隙間っていうのが開いてきます。ね、今たくさん言いましたが、 まずこの部分はそういうとこですね。で、この中身の部分、この辺のなんかこういっぱいヒゲみたいなの出てますよね。ただこれが全部方向違うんですよ。こちらに行きたいこれ。まずね。まずだから左って思って、はじめはこうやること。次、まあ書き順で言ったらこちらが先にこう来ますけど、中を大きくしてあげたいなっていう気持ちです。なんかこう、なんか抱っこしてるみたいな感じ。こういう風にほら、ね。 うん、だから広げてあげたいなって思って膨らんでください。で、膨らむとき、ここ、付け根がここなので、ここから、ここまで、こうやって膨らんで、ここまでちゃんと戻ってくれば、あのー、体と首がこうバラバラになっているように見えないので、しっかりとここ揃えてあげる。そしてこの2本っていうのは、これも行き先を変えていきます。こういうふうに、さっきの初めのはもっと左だけど、ちょっと下になったかな。次は もうちょっと下になったかなみたいな。なんかそんな感じなんですよ。3方向それぞれ違うみたいな。そんな感じにしてくださいね。で、このラインですね。これもね。うん。で、これが、あの、重要で、これの左、これがちょっと横に引いてるような感じ。さって、こうやって、ギュッて入れたら、スッと力抜くんですけど、ビヨーンって長くしないように、ここで切れるように、結構強いラインですね。こう、強く、太く、短い。ただ、 頭しっかりめのスッってちょっとこんな感じなんですよ。で、そうしておいて、ここ、下のラインで言ったらここに隙間ができるようにしたいので、この感じ、外形ね、これ見ておいてください。これをしっかりと、できるといいですね、これね。で、はい、ゾックですね。中心に対して、こういうふうに来て、下からこういうふうに上がっていきます。で、こちら右側はこう短くしといていいので、 こ,ちらね、こうぶつかってきますよね近いところにこうきますからこちらしっかり出して左側ね右側あんまり出さないようにしておきますそしてちょっとここ下に向かうような感じですこう上に下からこういうふうに上がる線じゃなくて落ちてくる力が徐々にこ,ここに向かってキュッと落ちてくるだから初めにドーンってやらないことここここに入れといてこういう感じですなんかこの力の加減がわかりますか でここからこうに来てちょっと大げさな感じになっちゃったねこうにしといてここから左この時もこれとの関係をちょっと見てくださいここがちょっとこう立ち気味なものに対して少しこう左に向かっているかのような感じそうするとここほらこういう感じなんか広がりが見えますよね こういう風うにすると、これとこれって平行じゃないなっていう、こう、同じ方向に、何だ、何て言うんだろう、こういうの。えっと、延長していくと交わらないっていうの。そういう感じにこれをね、持ってきてあげると、バランスが良くなりますので、そうしてください。そして、次、右側は、この作り側、ちょっと高い位置から持ってきて、グイーンとこう上がりますよね。そしたら次は、ここにグイーンってこう、関数字の2のような感じ、ここの2つは、 それをね、しっかりと、線の質の違いをそこに出します。そして、下のラインをね、見といてください。ここ、右下の部分、ここを狙って、右を引いていくっていうことです。なので、ここ、しっかりと付けて見せておいて、こちらからの、こう、ストンって落としてから、こうですね。そうすると、全体に見ると、 こことここが揃ってるような状態でこちら右側同じかやや上上がってるかなぐらいな感じで構いませんこんな感じにするといいですねはいそして次えっ、ー、とねそうだねちょっと長くなっちゃってるねスピードアップしましょうかそしてここ ですはえー、とは平仮名なので、まあ、このぐらいな感じで留めてくださいそしてこのラインですねこういうふうに少し短めにここが終わると綺麗ですそれからこんな感じですね次「広い」うーんとさっきも何かあったかなあ広い」じゃないけどね「店」っていう字がありましたね そう、ここなんですよ。次の線、ここを長くしてしまった場合、このマスに書かなきゃいけない時には特に字が大きくなっちゃうのがわかりますかここで決まってしまいます、字の大きさがね。下に向かってのこの広がりが出る字っていうのは、やっぱりこの上のラインが大事になるので、ここを、ちょっといつも大きくなりがちな子は、ここを気をつけるといいです。ここをちょっと短めにしてあげて、そして広がりを出します、ここで。 ね。そうすると、ほら、三角形がこう見えるようになりますよね。そしたら、この左の部分がこうやって出てきているので、あとは右をこちら側ね、揃えるような感じで持ってくればいいんですが、その時、ここ、一画目のこちらと同じ位置から入ること。同じ位置から入っといて、こうしたら次です。ここがふわーっとこう上がってくる。必ず上がってくる。そして力をちょっと抜いてあげる。で、そうするとここに隙間ができますよね。この隙間をこちらでこういう風に、 埋めてあげるような感じかな。こう、力の加減も徐々に強くなって太くなってますよね、こうやってね。で、下のラインこうやってピーって線を引いてみると、ここに隙間ができるような感じです。はい。これちょっと難しいですよね。 ちょっとね。で今回はえー、っと共通しているのがこの家という字、それから広場のバーなんですけど、中にちょんちょんってヒゲみたいなねこれが来るようなものがねありますので、今回はここはよく見られるところだと思うんですよ。この方向の違いがしっかりできているかっていうところと、辺と作りの関係がちゃんと分かっているのかっていうところ、うんそれからこういう中を広くしなきゃいけないようなところでのこの湾曲の仕方というか、ここをぐーっとこう立 出てくるようなこの動きがしっかりできているかどうかっていうのを多分見られるところだと思いますので、そのあたりしっかりとやっていきましょう。まず土編こんな感じですね。これが長くなってしまえば字の大きさは大きくなってしまうってことなので、まずここ高さをこのぐらいに収めておく。このぐらいっていうのがちょっとね、あのうわ、ん、かりにくいんですけど、このマスに対してどのあたりかっていうところですね。ここです。このぐらいなので上下にこのぐらいの空きがあって。 で中心にこうあるような状態これをまず書くっていうとこですねまスすあるだけこれ分かりやすいのではい今のうちだけですけどね56年生になるとちょっとこれがなくなってしまうので今のうちにこの感覚を身につけておくっていうとこですね。でそして次ですここからがどの辺からくればいいかなっていうのがお手本があるんだから大丈夫ですよねここれをあの真似ればいいってとこなのでね。 で、えー、っと、まあ、こう上がっていきたいなっていう動きなんですよ。この感じはね。で、ここから、またこちらもこう上がっていきたい動きですよね。こうやってね。で、トントンってきて、ここ、こういうところにこう入れ込んでいきます。入れ込んで、こう、横の線ね。横の線はこ、こ必ず全部上がりたいですよね。ここはね、まだ。右の下の部分っていうのはやっぱ下がってきたい部分ではありますが、 全体的には上がるんですよ。これの上がりがしっかりできるように。上がるっていうことは、これ力がずっと入れっぱなしだと上がっていくことがあんまりできないんですね。で、ちょっと不自然な感じの線になりやすいので、力抜いといてスッって、これぐらいなんか薄くかすれてるかのような感じに見えませんかこれ。このぐらいな感じで持ってきて構いません。そして次のここですね。重要なのが、これ。 横ぶつかっちゃうじゃんって思うかもしれないんですけどこうぶつかんないようにやるんですぶつからないように短く左と思ってくださいそして どん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 これはほら方向が変わっていく線ですからまずここね広くしたいなぁと思ってこう縦ラインで跳ねる方向上じゃなくて横みたいな感じに持ってきてあげるとここに隙間できますよねこの大きな隙間を作ってあげて次はさっきここ横って言ったこの線に対してもうちょい下で次はもっと下っていう風にして最後の最後はここここより出ないように グッとこういうなんかねこう突き上げるような線質であるとより綺麗ですこれ毛筆で描いてるのとかを見るとすごくここ激しく強いとこなんですよねでこうかっこいいとこなんですよでまあこれはね硬質なのでそこまでじゃないんですがまあでもかっこいいとこなんですよそうちょっとこの辺りねあのよくやって てもらえっとお昼を食べちょっとね文章をねもうちょっと面白い文章だとねいいなと <laughs> いつも思うんですがはいえー、っとお昼はいいきますよ右側なんですよ右側で こう、キュッとちょっとだけこう、内側に、内側って言わないか、えっ、ー、と、左にちょっとこう、カーブしてくるような感じうん。に曲がってあげといて、ちょこっとです。スッと来て、横に広げます。そして、抱え込んだら上。こんな感じですね。はい。昼という字ですよ。 ちょっとこういうところは、あの、まあ、上がって、ちょっとふわっていう感じで私は書いてますね。ふわっとして、キュッ。必ずキュッってこういう風にね、あのー、締めます。この締めるところっていうのは強いんですよ。力が結構強い。キュッ。入って、こちら。で、こうですね。で、このあたりからストーン。こんな感じに出てください。で、真ん中に火が来ます。で、一い。 ポンこうですねはいでこちらがおですとを書いた時と一緒ですねあのまあ、ひらがななのでちょっと小さめって思ってくださいこの辺の余白かなり取ってますよね漢字にわあの比べると全然違いますよねっていう風にちょっと分かりやすくそのぐらいやっていいのでうん。ただあんま小さすぎる全体に小さいのは良くないんですよちょっと印象がねちょっと薄くなっちゃいますからね で、太さのある鉛筆で、濃さ、濃い、濃い方がいいですし、なるべく消さない方がいいですし、うん、そうですね。で、この部分ね、さっきのとと一緒ですよね。こう、斜めのラインができるような感じで、こちらを早めに切ってあげる。で、この中心線と絡んでるようなこの感じ、えっと、どこでどういうふうにぶつかってるかなっていうところをちょっと見てあげてください。はい。で、食べる。 はい、上からこうストンってきますよね。こういう風に来て、こ右払いと左払い、こうやってありますけど、この時点では、右払いが下になんなきゃいけないよっていうわけではないです。まだ字の途中なので、こちらがこう上がりっぱなし状態でも構いません。そして、こうあの、間に入れ込むような感じ、結構この辺とか、ね、ぎゅうぎゅうですよね。で、ここ、上がります。ふわっと。 っていう感じでこうやって上がってきますで締めますよって言ったところここもそうなんですよ食べるという字もありましたねこの5、6年生の方もあのな、さらっと流して聞きながらやってもらえるといいかな食べるという字あ、解説してますここからここまでがこうふわってきといて真ん中の線はっていうとこういう感じなんですよ このちょっと長さ、この辺見てください。ちょっと真ん中が短くないですかっていう感じにしといて、ここにこうやってぶつけていきます。次の機質はここにキュッて入っておいて、少しこう膨らみがちな感じ。そしてこの跳ねる方向、上じゃなくて横っていう感じにしておいて、ここを広くするんですよっていうあれですね。でそこからこう、ストンってきて、こんな感じ。でちょっと ちょっとこう分かりづらいですけどこここっちの方がちょっと空いてるかなぐらいな感じにしてください、まあ、だからこれが、まあ、マスなんでねあのちょっとぎゅうぎゅうになりなっちゃったりするんですよただこの子よりも長くなければまあいいかなぐらいな感じで思うといいかもしれないですね食べはい安らぎの安いというですねこう はい。浮かんぶりがまた出てきましたよ。こちら長めにして、ちょっと下に向かいますね。このくらい。そして横はふわっと力抜いときます。で、ここ、きゅっこちら向きですね。こんな感じの角度にしておいてください。そこからの、女という字は、ここ、ただの句じゃないですよね。形が違う。角度が違う。うん。で、 足だと思ったらいいです、これ。まず、右の足、この辺、ここ大丈夫、大事なとこですよね。しっかりと右下のラインですからね。ここをキューッとこういう風に、あの、反ってあげる。ちょっと反り気味な感じにしてあげて、で、このあたりから、ここを狙ってくるんです。ストーンって。で、ストーンって来て、こう跳ね上がればいいわけですよ。そうすると、ほら、見えてきませんかこの感じ。 こことここっていうのは結構同じような感じ平行とまでは言わないですが、うん、同じように隙間が空いてここを狙ってくればいいです。で跳ね上げてって言ったのはなぜかって言ったら次はこここういうラインでこう持ってきたわけですよね。そうするとほら跳ね上げればここに来れますよねこういう風に。ね。こうやって薄くやってみるとなんとなくわかるなって思うと思うんですよ。こうまずキュッてやったら はい次ここストーンって持ってきて跳ね上がっといてキュッて入ってからのふーわーっていうこんな感じですねっていう風に持ってきてくださいそうするとここはふにゃってなっちゃいけないなってこの線はねなったらここの隙間がこうなくなっちゃうかもしれないなとかそういうのが多分分かってくると思うんですよだからちょっと直線ライン気味だとかねでここで跳ね上がるからこっち行けるんだなみたいな そんな感じに自分でちょっとあの感じられるといいなと思いますはい安らぎ安らぎの時間ですえっ、ー、とぎのすっと上がって回って でそう頂点がここに来るようにね「のが」があのー、ほら毛筆でもねよく「の」って出てくるんですけどね結構その頂点の位置がずれやすいのでそう頭の上丸くしてあげるようなそんなイメージでやってくださいはい時間の字ですこちらを隙間よく見ときましょうねここ空いてるんですよ開けておきますそして こういうラインでちょっと上がっていきたいよねっていうところ。1、2、3。このぐらいな感じで。ね、こういうラインですね。で、4。で、下は、ここ一番下、こう重たくなりたいとこなので、こんな感じでいきます。で、跳ねるとき、ここをね、隙間を大きくしてあげたいので、横に跳ねてあげて、ドーンですね。こうですね。はい、カンですよ。 缶もよく見ていただくと、ほら、こちらの方が重たくなってますね、これね。で、こう、左に対して右っていうのがちょっとこう上がってきてますよね。そういうところも見ます。1、2、3、4、5。ね、これもだからちょっと、ちょっと上からなんですよ。で、さらに上に上がって、 こうでさらにこちらは下に下がって門構えっていうのはねすごく分かりやすいですよねだからね上がって上がってって言ってこちら右下下がってねみたいななんかそういう感じ、うん、時間ですはいこんな感じですねえっ、ー、とそしてじゃあここ学年は 小を4にしましょうかはいこんな感じでまたいっぱい喋っちゃいましたねはいちょっとここの えっと、家とこの場という字ですね。この結構一行目。まあ、でもこの辺りも結構重要かなと思うので、まあ、とりあえずこう右ね上がっていきたいなって、まあ下の部分、右下ちょっと重たくしたいなとかね。その辺をね、よく意識してやってみてください。はい、では失礼します。